っさんハイボールクラブへようこそ。今回はこちら、山桜朝香蒸留所&フォーワールドブレンデッドウイスキーをご紹介。ブクブクの企画をハイボールクラブへようこそ。今回はですね、朝香蒸留所様からですね、ツイッターキャンペーンのプレゼント企画で当選したこちらの商品が無事到着いたしました。早速開封していきたいと思います。まずコースターが2枚、いいですね。そして今回ツイッターキャンペーンの当選品であるこちら朝香蒸留所&フォーになります。実際中身をちょっと確認していきたいと思います。割とね、なんかいい感じのデザインですよね。さあ実際に開けてみると、なんか入ってますよ。アンドフォー専用の箱ですね、これはね。で実際にこういった形で、中にですね、当選通知書っぽいこういう紙が入っておりまして、ちょっと読んでいきたいと思います。この度はツイッターフォロー&リツイート新春お年玉キャンペーンへのご応募いただき誠にありがとうございました。1月発売の新商品ワールドブレンデッドウイスキー朝香蒸留所&フォーで少しでも楽しんでいただければ幸いです。これからも末永くご愛顧賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。笹野川酒造株式会社朝香蒸留所と書いてありますね。実際にこちらの上半分部分にはですね、商品構成なども書いてありますね。ちょっと読んでいきます。山桜朝香蒸留所&フォーワールドブレンデッドウイスキー希望小売価格4400円税込み、毎月限定本数を販売いたします。2023年1月発売予定。おそらくこれ毎月出ていく感じですね。弊社の創業は明和2年、西暦1765年、ウイスキーの製造免許は昭和21年、1946年に取得し、現存する東北で最古のウイスキーメーカーとして製造を続けております。朝香蒸留所でも原酒が順調に育ってまいりました。本品は朝香蒸留所の原酒をキーモルトとして世界各地の4カ所の代表的なウイスキー原酒とブレンドいたしました。朝香蒸留所&フォーブレンドをお楽しみください。いや本当にありがとうございます。あと箱の中にですね、朝香蒸留所のパンフレットも同封されておりました。実際にここでですね、この&フォーの概要について少し説明させていただきたいと思います。2022年後半、構成に個性をかけまくった朝香蒸留所はシングルカスク朝香としてビームスコラボのダイダイエディションやゴーギャンエディションといったものを筆頭に、イオン専売のスモーキー山桜や山桜プレシャスといったですね、数多くのアイテムを世に送り出し、今要チェックのウイスキーメーカーです。今回ツイッターキャンペーンで当選した朝香蒸留所&フォーは 700ml でアルコール度数47度、税込み4400円となっています。朝香蒸留所の原酒がキーモルトだと位置付けられているリリースは今回が初めてで、笹野川酒造のウイスキー事業がより一段高いレベルへと進化したことを証明するリリースとなっています。コンセプトワークと価格では、イチローズモルトのホワイトラベルやガイアフロー静岡のブレンデッド M、 大手ではサントリーの青のような世界と日本、自社原酒と輸入原酒のワールドブレンデッド形態でのリリースとなっています。原酒構成はバーボンダルがメインで、ノンチルフィルターとナチュラルカラーとなっています。で今回はですね、こちらをテイスティングしていくんですけれども、ここで2種類のウイスキーを紹介させていただきたいと思います。同じく笹野川酒造さんのですね、朝香蒸留所さんが製造した福島県内限定のものになります。朝香のと旅酒の52番福島になります。こちらも簡単に少し説明させていただきます。まず朝香のはですね、 500ml でアルコール度数は40度、税込みで1430円となっています。中身はチェリーウイスキーというですね、全国販売されているウイスキーと、ラベル違いなのかなと思われるんですけれども、そのあたりの詳細はちょっといまいち不明です。そして続いて旅酒52番福島なんですけれども、こちらは2022年7月までは郡山という名前で販売されていました。全47都道府県の地酒、日本初の酒蔵連携型地域限定統一ブランド旅酒の52番として発売されたものになります。全52種類のラストを飾ったのがこの福島になります。日本酒や焼酎、泡盛や梅酒などが並ぶ中、旅酒唯一のウイスキー銘柄となっています。
300ml でアルコール度数は40度、参考価格として1840円、税込みと 300ml にして割とお高めな感じなんですけれども、実際にですね今回はこちらではなくあえてこの旅酒と2種類で飲み比べてみようかなと思います。もちろんストレートトワイスアップロックハイボールの順でテイスティングしていきたいと思います。では早速ストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちら旅酒52番福島をストレートでテイスティング。色味はねアンドフォーに比べるとだいぶ薄いね。なんかアルコール度数も40度と47度でだいぶ違うんでね。ああ割とね甘みが全面っていうかグレーンの甘みだね、うん、がしっかり出てるって感じ。なんか軽妙で飲みやすいって感じ。なんか初心者向けのブレンドなのかもしれませんね。すごくいい感じです。ほんとねなんか旅の途中でフラッと立ち寄って買ってまあ損はないかなっていうお酒のなんか立ち位置かなと感じます。では今回の主役朝霞蒸留所のアンドフォーをストレートでテイスティング。こっちはどうでしょうかね。かなり力が入ってるようなので、うん、こっちやっぱ本格派の香り立ちやわ。やっぱもう香り立ちが段違いだ。割とねフルーティーな香りで、アルコール辛さは香り立ちからあまり感じない。お、濃い味。やっぱりさすがにねちょっと違うね。いやもう味わいが全然違うわ。原酒のやっぱりちょっとレベル感が違うかなっていうのがまず第一印象で、まず飲んだ時に割とねスモーキーなニュアンスが前にグッときて、それが通り過ぎた後に甘みがボワッとくる感じで、しっかりと味の変化が口内で起こるので、ストレートの段階でかなり面白い展開。うん、頭にやっぱりちょっとウイスキー感というかスモーキーなニュアンスがバンと先に来て、その後に甘さが追いかけてきてっていう感じ。めちゃくちゃうまいね。旅酒とはまたちょっと全然違った立ち位置で、やっぱりその同じメーカーさんであったとしてもしっかりとこの辺りの作り分け、そしてやっぱり味の進化っていうのはねしっかりと感じられるなって思います。ではこれをトワイスアップにしてどう変わるのか追加検証していきたいと思います。では続いてトワイスアップで追加検証していきたいと思います。まずはこちら旅酒52番福島をトワイスアップでテイスティング。うん、より軽い感じになったね。甘い香りはしっかりとまとってるんやけど、どうしてもそのさっきのアンドフォーに比べるとちょっと主張は弱め。うん、シロップみたい。なんかガムシロップとかそっち系、蜂蜜系じゃなくてどっちかというとガムシロップ的な砂糖系の甘さっていうかな。すごくね軽い甘さ。他にね特になんかネガティブなニュアンスもなければポジティブに濃い味ですって感じでもなくて、本当に多分飲みやすさに振ってるんやろうねっていうのがすごく感じられますね。では今回の主役朝霞蒸留所アンドフォーをトワイスアップでテイスティング。うん、こっちはやっぱ本格派の香り立ちやもんね。もう本当に香りの濃さが違う。香りの感じもね割と複雑ですね。めちゃくちゃウイスキーの樽感っていうんですかねと甘さが絡み合ってる感じです。おお、なんかさっきのね頭がスモーキーやったっていうのがちょっとね鳴りを潜めて割と甘さメインかなって。でもしっかり舌支えにそういうスモーキーなニュアンスがあって、で旅先もそうなんやけど、やっぱり朝霞蒸留所のお酒ってなんか飲みやすい立ち位置にしっかりと軸足を置いてるのかなって感じるんやけど、特にこっちの方はグレーンよりモルトのニュアンスの方が強く感じる。でこちらからはなんか割とそういうグレーン系の甘みが感じるんで、グレーンとモルトの比率もね若干やっぱモルト比率高めなのかなって感じますね、うん。ではこれをロックにしてどう変わるのか追加検証していきたいと思います。レッツロック。では続いてロックで追加検証していきたいと思います。まずはこちら旅酒52番福島をロックでテイスティング。あ、香り出しなくなっちゃった。うっすら
すらリンゴっぽいニュアンスが感じられるかなっていうけど、本当に香りはすごくね、ちょっとゆなりを潜めた感があります。うん、ちょっとね溶剤臭さもありながら、でもやっぱりリンゴっぽい甘み、全体的にやっぱ飲みやすい。で、元の度数が40度なので、あのロックにすると軽妙なニュアンスになるなっていう印象ですね。では今回の主役朝霞蒸留所 &4 をロックでテイスティング。こっちはさあどうか。あ、こっちはちょっと香り立ちは落ち着いちゃうかなっていう感じ。トワイスアップまでの割と主張感強かったのに比べると、うん、少し落ち着くかな。あ、こっちはね、甘さとビターさのバランスがちょうどいい、美味しいロックですね。で、フルーティー感もその上に乗っかってて、なんかそのピーテッド原種みたいなののね、なんか存在が見え隠れしてるんよね。で、それがちょっとタルカンと苦味みたいなものを、まあ、まといながらチラッチラッとなんか顔を出す感じで、でも味的にはかなり複雑ですね。で、やっぱりアンドフォーっていうだけあって、スコッチやアイリッシュ、アメリカンやカナディアンのニュアンスですよね。そこに朝霞原酒をしっかりと下支えしてるのかなっていう印象。なんか割と面白いですね、すごく。うん。でもロックはね、割とね、軽妙で飲みやすいっていうか、ちょっとロックにするとかなりね、ライトボディな感じ。でも全体通してやっぱり飲みやすさがなんか先行してるかなっていうイメージなので、この飲みやすさがではハイボールにしてどう変化するのか、ラストハイボールで検証して締めたいと思います。ではラストハイボールで検証して締めたいと思います。まずはこちら、旅酒52番福島をハイボールでテイスティング。なんか色味的にほぼ透明に近い感じになったね。さすがにもうちょっと主張はないかなって感じ。ああ、飲みやすい。うん、リンゴ味のハイボールだ。で、やっぱり元度数が低いから割とごくごくいけるかなっていう感じ。本当に旅先でフラット買ってちょっとハイボール作るには適してるのかなっていうところで、本当旅の思い出に一本って感じですね。うん、では今回の主役こちらの朝霞蒸留所 &4 をハイボールでテイスティング。こっちはしっかり色味も感じられるね。うん、こっちもやっぱちょっと香り立ちは弱くなるね、さすがに。あ、甘い。なんかうっすらとね、ピートの膜みたいなのがあるよね、個人的には。で、その中にすごく甘いハイボールだ。本当にでも旅酒の方といい、このアンドフォーといい、なんかすごく飲みやすいブレンドになってるよねっていう。その変にピートが悪目立ちすることもなく、でもこっちにはしっかりとピート感っていうのも感じるのよね。だからそこがまたウイスキーらしさっていうのを演出してる。どちらにも共通してるのはその甘さで、割とね、そのウイスキー初心者の方が飲んでも全然嫌味のない感じはあるので、実際これが4400円ならかなりいいんじゃないのっていう。本当にね、もちろんワールドブレンデッドですけれども、朝霞原酒が入ってることも含めて、やっぱり朝霞蒸留所のね、そのブレンド力っていうのが非常によく出てる一本なんじゃないかなと感じます。というわけでですね、今回はツイッターキャンペーン当選記念企画ということでですね、こちらの&4 にフォーカスを当てて紹介したわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。実際に今回はですね、対になる形でこの旅酒というのも一緒にテイスティングしたんですけれども、やはり何より感じるのはですね、その作りのレベルが上がっていること、そしてやはり朝霞蒸留所のですね、ブレンド技術として、やはり我々消費者に向けて飲みやすさにすごく軸足が振ってあるんだなと感じたのが一番印象に残りました。今後ですね、まあこちら通年販売品という形でですね、また第2弾第3弾毎月出荷されるようですので、こちらもしですね、主販店や大手スーパーなどで見かけられた際は一度召し上がってみていただくのもよろしいのではないかなと思います。価格も4400円とかなりお求めやすい値段になっているので、
これからの新興蒸留所の競争もますます激化するのではないかなと感じた次第です。モッサンハイボールクラブでは引き続きいろいろことにチャレンジしていきたいなと思っております。今回のような飲み比べ企画、まだまだチャレンジしていきたいなと思っております。今回の動画が良かったなと思った方は、いいね、チャンネル登録、コメントなどもぜひぜひよろしくお願いいたします。最後になりますが、朝霞蒸留所の皆様ありがとうございました。モッサンハイボールクラブでした。